報じられた2024ホークス一軍首脳陣。監督小久保博、ヘッド奈良原博、投手は片部健一、中田健一、打撃村松有人、村上隆之、内野守備走塁本田雄一、外野守備走塁井出達也、バッテリー高谷博明。楽しみなコーチもいるけど正直大丈夫？ってなる組閣だなぁ。ひとまず新人組には期待。斉藤和美は？斉藤和美は自分から辞めた気がする。和美や長谷川は二軍のコーチで、育成に回った方が良さそうやな。長谷川と斉藤和美はどうなるんや？長谷川と斉藤はいると思ったんやけどな。二軍で若手育成に回るんかな？和美と長谷は？若田部はいらん。長谷川は配置転換。村松が打撃コーチとは。若田部いるのか？若田部、お前まだおるんか？タオルカットイン役は若田部？大丈夫か？若田部苦い思い出しかない。スカウト一新しろ。若田部と中田って、豆腐メンタルと濃厚じゃねえか。反面教師にしろとでも？中田が何を教えれるん？投手コーチに暴れ馬がいていいのか、自分ができなかったコントロールをどう教えるのか。中田はあんまりいいイメージないが、フォアボール連発、球数多い、守備陣のリズム崩れる。反面教師なんか？高谷コーチは楽しみ。井出コーチとはいえば、壊れた信号機とか言われてたなぁ。とにかく何でも回しまくる印象。サードに立つのは本田一択にしてほしい。仲良い人集めてみました。感慨深い。こりゃ来年は B クラスかもなぁ。なんだろう、コーチ陣見た瞬間妙に暗黒感を感じてきた。立浪の二の舞になる気がする。不安いっぱいの船出や。投手コーチには倉野が入る？まだ交渉中か。倉野は巡回コーチやぞ。でも結局さ、藤本や斉藤とか入ってきた時はみんな期待しまくりやったけど、終わってみれば今では結果が、そこまで良くないから無能とか言われてるからな。結局、結果出さんと今は何も言えんのよね。